はいどうも皆さんこんにちは。サッカー分析系 YouTuber のドゥです。今回は2024メジャースタジア J2 リーグ第6節マスクモト VS 藤枝 FC 戦の解説をしていきます。本編に入る前にぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは本編に参りましょう。ではまず今回の流れからです。1、両チームのスタメン。2、両チームの大まかな戦術。3、試合結果とスタッツ。4、戦術面の解説。5、個人的 MVP。6、次回告となっております。それでは両チームのスタメンから確認していきましょう。まずロアスクモトのスタメンについて確認していきます。ロアスクモトは 3-4-1-2、 ゴールキーパー田代、フェンスライン右から岡崎、江崎、大西、ボランチ2枚上村と豊田、ウィングバック右が大本、左が東山、トップ下に伊藤、ウィングまたシャドウの位置にベージョンミンと松岡となっております。サブのメンバーはご覧の通りです。続きまして藤枝 FC のスタメンをご紹介します。藤枝 FC は 3-4-2-1、 ゴールキーパー内山、ディフェンスライン右から久富、川島、小笠原、ボランチ2枚杉田と西谷、ウィングバック右が島吹、左が榎本、シャドウ2枚朝倉と梶川、トップに中川和樹となっております。サブのメンバーはご覧の通りです。内山選手と小笠原選手に関しては元ロアスの選手となっております。続きまして両チームの大まかな戦術について確認していきます。ロアスクモトはポゼッションにサイド攻撃、守備はハイプレスにマンツーマン、藤枝 FC は攻撃はポゼッションにサイド攻撃、守備はハイプレスにゾーンとなっております。続きまして試合結果とスタッツです。試合結果は2対1で敗戦となりました。90分通してほとんどの時間ロアスクモトが流れを掴んでいたと言っていいような試合でしたが、やはり前半の序盤と後半の少しの時間、ここの少しだけ流れを持っていかれた時間帯でしっかりと2点を決められてしまったこと、これが一番良くなかったかなと思います。決して相手藤枝の流れはそんなに多くありませんでしたが、やはりそこを決め切る藤枝の能力の高さもあったと思いますし、やはりそこで耐えきれなかったロアスの課題というのも大きいかなと思います。またその2失点ともに少し自滅感が強い失点でしたので、もちろんどんどんチャレンジしていくのはいいのですが、しっかりとリスク管理、そして奪われたとしてもすぐに戻る、ここは徹底してほしいなと思います。正直勝てた試合だったなと思いますが、ここでくよくよしていても仕方ないので、また次回に切り替えていく必要があると思います。個人のスタッツはご覧の通りです。続きまして戦術面の解説です。ボードで解説するのでそちらをご覧ください。それではボードで解説していきます。まずは両チームのフォーメーションを並べるとこのようになります。ロアスクモトは 3-4-1-2、 藤枝 FC は 3-4-2-1 です。それではまず前半から。まず前半序盤は藤枝 FC が流れをつかみます。藤枝 FC がどのようにビルドアップをしていたかというと、まずはディフェンスラインにゴールキーパーの内山選手が入って4バックを形成していました。そして両サイドのセンターバックの選手が大きく開いて、このような感じで後ろは4バック、そして前は変わらないというような感じでボールをつないでいました。ロアスクモト序盤はこれに対する対応に悩みます。まず基本的には相手3バック、この3バックに対してこちらとしては伊藤選手が前に出て3トップのような形で数的同数の状況を作りたかったんですが、やはり相手内山選手が出てきたというところで、ここに対して誰が行くのかというところが序盤は課題だったかなと思います。おそらく試合前からこれについては想定していて、何回かベージョンミン選手がここまで行ったりしていたんですが、これに対して相手ゴールキーパー内山選手は綺麗なロングフィードを送って、特にサイドでウィングバックの選手や、またはサイドのセンターバックの選手にボールを送って、でここを完璧に通して結果的にロアスクモトのプレスが裏返されるといったシーンが何回もありました。このようにプレスが剥がされていくうちに、ロアスクモトの選手たちが内山選手にプレスに行けなくなってきます。そんな状況下でおそらくベージョンミン選手がこの中央のセンターバックの川島選手についていて、伊藤選手が少し下がっていった状況で小笠原選手にロングボールが通ります。このロングボールをカットしようと岡崎選手がここまで出てきたんですが、正直この時なぜここまで焦ったのかわかりませんが、ロングボールに対してボールをカットしようとヘディングしようとしましたが、これを完全に憶測を誤り、結果的にボールを小笠原選手にフリーで前向きで持たせてしまいました。ロアスクモトはこのように全体的に前に行ってましたので、結果的に相手と数的同数の状況ができてしまいました。何人いたかを少し覚えてませんが、おそらくこちらが東山選手、大西選手、江崎選手あたりが揃っている状況に対して、相手も梶川選手に確か渡したと思いますが、この相手の3トップとロアスクモトの東山選手、大西選手、江崎選手がもう数的同数という格好になって、江崎選手が対応しましたが、綺麗に大西選手と東山選手の間を通されて、ここでやられてしまった。
そんな感じで1失点目を食らいます。もう正直ここに関してはもう後ろの対応はあまり攻めることができません。確かに東山選手もっと絞っとけばいいじゃないかと思うかもしれませんが、もうこの数的同数の状況を作られた時点で正直勝ち目はなかったかなと思います。やはりここの岡崎選手の対応が少しまずかったかなと思います。それに加えてやはり内山選手に誰がプレスに行くか、ここが少し曖昧になったことも良くなかったと思います。というような感じで失点するのですが、これ以降はロアス熊本がボールを握り出します。ロアス熊本がどのようにボールを握っていたかというと、まず基本的に 3-4-1-2 の形は変わりません。そして相手藤枝真由志についても前回は 4-4-2 のような形を作っていましたが、やはり今回ロアス熊本が3バックということで、そのまま3トップのような状態、 3-4-3 もしくは 3-4-2-1 のような状態のままプレスを仕掛けてきました。ですがこの藤枝のプレスあまり強度がありませんでした。特にここのサイドのセンターバックに入ったとしても、ここでガッツリ行くのではなく少し寄せるぐらい、あまりそこまで距離感を作める守備はしなかったため、この岡崎選手また逆の大西選手がしっかりと運んで縦パスを入れて、その後またボランチなどの選手が回収してまた前ボールにしてラインを上げるというような感じが続いていました。その上ロアス熊本のビルドアップの特徴として、今回は上村選手また豊田選手、この2ボランチのどちらかがディフェンスラインに落ちるというのも何回かありました。おそらくこれには相手3トップフォワードとシャドウの選手で3トップの状況に対してボランチの選手が落ちることで数的有利を後ろで作るといったような狙いがあったと思います。意外的に相手は誰に行くか迷って、ロアス熊本が基本的にはボールを握るといったような展開になりました。また中盤に関してもあまりプレッシャーが激しいということはなく、唯一藤枝のプレスが激しかった場所はサイドですが、ここのサイドにボールが入って相手のプレッシャーが強くなっても、ロアス熊本選手は落ち着いて、またセンターバックの選手、サイドのセンターバック岡崎選手、大西選手がしっかりと深い位置を取っていたため、しっかりとここに下げてまたビルドアップを再開するといったことができていました。およそビルドアップについてはうまくいっていたかなと思います。こんな感じで後ろで数的有利を作ったり、サイドのセンターバックの選手が運んだりして徐々にラインを上げていって、ロアス熊本の時間が続きます。そして何度かチャンスも生まれました。特に多かったのが岡崎選手からベジョーミン選手へのクロスのようなパス。例えば大本選手がここでボールを持ったとして、バックパスで岡崎選手につける、岡崎選手ここでフリーで上げれるので、この中にいるベージョンミ選手に対して高いふわっとしたクロスではなく低い弾道でクロスのようなパス、これを送ってベージョンミ選手につけるというのが何個か見られました。狙いは非常に良かったですが、ベージョンミ選手やはりこれを収めるのは非常に難しいということで、なかなか収めることができず、またこの流れから松岡選手が抜け出してチャンスを作ったりもしましたが、これも内山選手の好セーブや、また一度ポストに阻まれたりと、なかなか運もついてこず、結果的に前半は1点も決めれずに0対1のまま終了します。続いて後半です。後半相手1人交代しています。これについてはボード上ではいじりません。そして後半ですが、後半基本的にはロアス熊本が流れを掴んでいました。ビルドアップについてはほとんどやることは変わらず、また相手藤枝真由心の運動量が落ちてきて、もう完全に 5-4-1 のような形で守備をしていたというのもあって、余裕でボールを後ろで持っているというような状況が続きました。ただこの 5-4-1 のブロックも少し甘いところが多く、特に中盤であまりプレスがかからないといったような時間が続きまして、63分ゴールが生まれます。左サイドで、ここで大西選手がボールをもらって、サイドの東山選手につけます。そして伊藤選手がうまくサイドに流れたことで、相手一人くらいついてきて、そして空いたところで松岡選手が間で受けます。そして間で受けた松岡選手が不利になっていた伊藤選手につけます。そしてこの時注目だったのが大西選手で、大西選手はこのままパスと同時に上がっていきました。そして大西選手に伊藤選手がつけます。相手一人ついていっていましたが、これをうまくかわして、なんと股を抜いてゴール、ニヤニゴール、これで1点返します。大西選手素晴らしいゴールでしたし、その前の崩しに関しても素晴らしかったです。これはやはり藤枝真由志のプレスが弱くなっていたことを象徴するゴールだったのではないかと思います。というような感じで1点返して、そしてロアスにも流れがあったので、このまま逆転がいけるのではないかと思っていましたが、そのゴール後の交代、伊藤選手に変えて熊代選手、ベジョーミー選手に変えて道脇選手、この2名を投入して、また藤枝に関しても2名が交代するのですが、ここから流れが少し藤枝に行きまして、やはり相手2名変えたということで少しプレスが強くなります。特にサイドでもプレスが強くなり、またロアス熊本の選手が少し変わったことで、やはり少し混乱していたのか、なかなかサイドにつけた後にパスコースがないという状況が続き、ここで取られてそのまま藤枝の攻撃につながるというシーンが何度か発生しました。というような感じで藤枝に流れを持っていかれて、藤枝の前ボールの時間が増えるのですが、
それでもなんとかしのいでいました。ですが74分、コーナーキックの流れで一度弾いて熊代選手がうまく奪ってカウンターに行こうとするのですが、熊代選手が奪われます。そしてもう他の選手ほぼほぼカウンターに向けて上がっていってしまいましたので、中盤がスカスカの状態で攻撃を仕掛けられてカウンターを受けて失点をしてしまいます。やはりここは熊代選手失ってはいけないシーンだったかなと思います。また失ってはいけないのもそうなのですが、ここで全員上がってしまったのはその選手たちにもやはり問題があるかなと思います。コーナーキック直後というのはカウンターしやすい場面でもありますが、カウンターを受けやすい場面でもあります。ここに関してはまあ若手の選手たちですので、やはり判断能力が低かったというのと、やはり熊代選手まだ16歳でデビュー2試合目ということで少し判断が遅かったというのもありましたが、やはりどちらにも問題はあると思います。熊代選手は絶対にボール失っちゃいけませんでしたし、特に2ボランチ豊田選手、上村選手に関してはどちらか攻めて残っておくべきだったと思います。というような感じで勝ち越されて、マスコートはこの後大本選手に変えて岩下選手を入れたり、松岡選手に変えて大崎選手を投入したりしましたが、相手藤枝に関してはもう完全に 5-4-1 でブロックを敷く体制になって、そして逆にロスコモトはなぜかわかりませんが、もう完全に適当なロングフィードが増えて、適当なロングフィードが増えたせいでもう完全に攻撃が機能しなくなって、結局やはり前線でもすり勝てない状態が続いて、そのまま負けてしまいました。やはり課題としては、少し流れを持っていかれた時に最後の最後まで集中力を切らさないこと、ここが一番かなと思います。流れを持ってかれてもある程度耐えれていますし、それは去年より成長していると思います。特に守備に関してはやはり90分中80分以上流れを掴んでいる試合がかなり増えていますし、それに関してはすごくいいなと思います。去年はその前で流れを持っていかれてもちょっとしてやられていましたが、それはなくなっているのですが、流れを持っていかれてあとちょっとというところで失点している印象が多いですので、そこまで耐え切るというのをしっかりやっていくべきかなと思います。そしてなんといってもやはりリスク管理、ここに関してはやはり上を狙っていく以上はリスク管理というところをしっかりやっていく必要があるかなと思います。今回は1対2で敗北ということで、ここまでショックの大きい試合ではないですが、今後しっかりと勝利につなげていくためにもリスク管理、または流れを持ってかれた時のしっかりと最後まで耐えるというところ、これをしっかりやってほしいなと思います。以上で先日目の解説を終わります。続きまして個人的 MVP です。個人的 MVP は藤枝真由伸の内山圭選手です。元ロアスコモトの内山選手ですが、やはりサガン鳥栖に行ったというのは大きかったのかなと思いました。今回何度も正確なフィードでやられましたし、後半こそロアスコモトが内山選手にしっかりとプレス行くようになって、あまりロングフィード目立たなくなりましたが、後半に関してはやはりビッグセーブの連発ということで、内山選手素晴らしいゴールキーパーだなと思いました。続きまして次回予告です。次回は重大発表、今後の方針についてという動画を投稿します。3月27日水曜日に投稿予定です。ぜひご覧ください。今後の方針というのは私のチャンネルの今後の方針です。ここまでご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をお願いします。また次回お会いしましょう。さようなら。